それではこれから第2部を始めさせていただきます。で、一応10時半までということになってますが、まあ、ある程度の延長もあり得るかと思いますが、10時半から次のデートの約束がある方はスッと受けてくれて結構です。で、まあ、元々のプログラムでは第2部、その後第3部イベントークってありましたけど、もう残り時間考えるとそれ刻んでもしょうがないんで、もう一緒にもうここから全員トークという形で、無事抜きでやっていきたいと思います。なんでそんな隅っこにやるのか見えないから、じゃあ僕もっと隅っこに。じゃあまずはちょっと改めて最初 のご挨拶が若干唐突だったので、和田さんとそして鈴木さん、そして私、ざっと何者かをご紹介しましょう。はい、はい、冒頭で突然元気な発声をさせていただきました。シミュレーディオでなきゃ世話人の一人のあらで、なんで世話人の一人かというところが実に市民メディアっぽいんです。つまりもうメディア、ほら普通メディアって編集長がいたりディレクターがいたりして、そのどう編集するかとかいろいろコントロールする、まあ当たり前なんですね。 でも市民メディアになると突然なんかそこら辺にね、こだわり、突然思いやりになっちゃって、リーダーシップが出ない。それがね、実は大問題だと私は思っているんだけれども、でも、いろんな趣味の方がいて、新しくコミュニティに参加して、何か映像なり、音声なり、むしろそういうのを作ろうっていう人は、素晴らしいプロジェクトだと思うから、それを、バトルし合う、戦い合うっていうことをやらないと、今日の議論の一つが出てたんですけど、なんか市民メディアって存在意義でどこにあったらっていう話になっちゃう。つまり、ヒデオさんっていう雑誌があるでしょ、僕のことは誰かもしれないでしょ。その編集中的に、まあ、自分の読者だけ発表すればいい。でも市民メディアっていろんな人が参加してそれぞれの思いを認め合う、自分ができることを出し合って地域社会を支える、難民を支える、障害者を支える、あるいは地域の問題を解決するっていうことに関わっているんです。残念ながらそれまでメディアっていうのは装置産業だった。つまり新聞社、新聞社というのは認定権を持ってて何千ページもバーってやって流通システムとそういう認定権を持ってるから成り立つ。テレビ、ラジオ、権力から認められたこのものになっちゃう。つまり都合のいいニュース、都合のいい、でも本当は違うんですけどね、本当はそういうことじゃない。関東大震災、震災で初めて日本のメディアは、大衆のメディアは立ち上がる。私の横浜市民メディア連絡会の、まあ、ちょっと前の代表なんですけども、横浜で、ああ、そうか、横浜っていうのは、初めてラジオが立ち上がったんだ。初めて、トンツートンツーで、関東大震災が起こった時に、わずか1週間後にはシアトルから、救援船が入ってくるわけですよ。それがトンツートンツーで調子に調波の電波塔があって、それがアメリカに届いて救援船が入るんですね。だから技術というものはある意味で悪者ではなくて、何かあった時に必ず役立つ方向にある、人間の我が物を解決するようなものでもあると同時に役立つんですよ。で、そんな流れの中でちょっと間がすっ飛ばします。いろいろその他 NHK がどうなって日本の放送がどうなったとか一切すっ飛ばして、市民メディアは初めて全国的な意識が集まるといったら2005年です。で、すでに前のプレゼントしてやられちゃったと思ったんですけど、1回目は2004年で、あ、もうそこ入っちゃいます。先に3人が自己紹介になるんですか。はい、じゃあ鈴木さんどうぞ。鈴木と申します、よろしくお願いします。
ある市民メディアの活動は、このメディフェスにいろいろ関わってできてるんですけども、いわゆる本業というか、新聞側の今日の肩書というのは、東京新聞の記者をしてるんですので、なぜマスメディアの人間が、そういうことを、市民メディアを、に関わってるのか、別に取材してるわけでも何でもなくて、市民メディア実践家として、いろいろ関わってできてるんですけれども、やっぱり、メディア、誰もが発信できるっていう話をさっき、議論になりましたけれども、逆に言うと、もう一歩進んで、逆に言うとみんながメディアなんだよ。なんか生き方がメディアなんだよっていうところが今、すごく必要なのかな。だから、人と人とつながるのが、メディアがつなげることになるんですけど、隣の人とつながるのが、一人の人がメディアになって、この人とこの人とつながるみたいな、なんかそれが今すごく求められてる、それが実はマスメディアっていうところで与えられる情報にこう受け身でいるということじゃなくて発信する人たちっていうことでつながっていく、そこの仕掛けをなんか作んないと実は後でまた議論になるかもしれないけど、マスメディアも、今のいろんな行き詰まっている課題を解決するためにも、市民が発信していくということがすごく求められているので、そのためにいろいろ一緒にやっていければなと思って始めたことがですね、どんどん、本業よりも市民メディア活動の方が今、実はウェイトが、おつましくなっちゃっているというか、そんな感じになっているというのが私の今ですので、これからそんな議論をしていきたいなと思っています。はい、よろしくお願いします。なんか前のお二人が立っちゃったんでしょうもないかなって1回目だけ立って、あとは座ってゆるゆるとやっていきます。下村と申します。5歳の時から地元で家庭の見込みやってたんですけど本格的にメディアに入ったのは大学出てから TBS の中に入って、報道アナウンサーということで、15年で、その後のフリーになってまた10年スパスティさんのバーベキューで、本田さんの時の人は水本さんの番組に10年くらい出てました。で突然おとんとし3年前か、当時総理だった菅さんに呼ばれて、ちょっと首相官邸の候補を手伝ってくれと言われて、急に国立総科公務員っていうのにビューンと、転身してですね、呼ばれちゃったという感じだったんですけども、2年間、そこにおりました。去年の10月にまた、シャバに戻って、今は、帝王大学と関西大学で、メディア論とか、関西大学はもうズバリ今日のテーマ地域メディアが、そして慶応大学の方はマスコミュニケーションという、授業をやっているという立場です。で、ずっと市民メディアにはこの間関わり続けてきまして、今さっきの一瞬だけ和田さんのお話を受けると、その新しく来る人とどんどんバトルやっていかなきゃいけないんだというお話ありましたけど、まさに関西大学の地域メディア論の授業で、よく出る議論なんですが、学生たちから言われます市民メディアがもしすごいみんなが見るようになっていろんなこと気を使わなきゃならなくなってメジャー化してしまったら、それは市民メディアと言えるのかと。つまりだんだん発信が妙に上手に器用になってしまっても、それは市民メディアなのかっていう質問が出るんですが、僕はいつも答えているのは、市民メディアっていうのは常に新陳代謝であること、装置でもなければ制度でもない、市民メディアっていうのは現象だというふうに言っています。だから次々に新しい人が出て勝手にいろいろな発信をし続けていくものですから、これはもう永久運動ですから、そこに今言ったような慣れてしまって、プチマスコミ化するということは、個々の一人一人の中ではそういうふうになっていってしまう人もいるでしょうけども、市民メディアという現象によってはそれは起きないというふうに、企業では説明しています。で、東京ビデオフェスティバルという NPO 市民が作る DVF というところの理事を今市民メディアの活動としてはダイレクトにはやってまして、今日太田区民の方いらっしゃいます。残念、いらっしゃらないか。もしお知り合いで太田区民の方いらっしゃいましたら、ちょうど今からですね、太田区民のビデオ講座、市民ビデオ制作講座、ワークショップみたいなものが募集開始したところですので、
進めてあげてください。そういうような活動もやっております。そんな人間であります。今日はよろしくお願いいたします。じゃあ、ゆるく熱くいきましょう。はい、まずですね、全体の流れ、成り行きですけど、多分この辺りだと思っている流れは言いますと、まず和田さんに唇を切っていただいて10年の振り返りをちゃんとやります。まあ、せっかくの機会ですので、今格論で今やっている面白いお話3つ伺いましたけれども、10年全体の振り返り、これも和田さんが一番日本で詳しいということでいただいて、まあ、そこから10年から見える共通点と進化点、どういうふうに進化してきているのか、なんてあたりをちょっと話してみたいなと思います。その後鈴木さんに唇を切っていただいて、なんでマスコミ人がこんなに市民メディアに関わり続けているのかっていうところから、その市民メディア、同点メディアっていう話から、まあ、その、市民メディアじゃなきゃできないことっていう話で、これ第1部の方で最初の相田さんのところで出ましたけども、特に、まあ、せっかくですから福島について市民メディアだからできることって何なんだというような話までちょっと、それこそ創造的に交わせたらいいなと思います。でその後私からの定義として、まあ、じゃあこれから市民メディアどうなってくるんだという話、ちょっといくつかここであまり予定調和のシャンシャンにしたくないので、そうは言っても最近のメディフェスだんだん低調じゃねえかという話を、あえて振ってですね、なんでこんなに発信者増えてるのにメディフェスは今低調になっているのか、いう話から、本音で、これからどうしたらいいのかっていう話までやっていけたらなというふうに思っております。ということで、まずは和田さん、はい、10年後ざーっとコンパクトに今日ね、実は正直言いますと、はい、私セマリンというとコンパクトに強調してますけど、本当にセマリンなんです。今大学でね、学生のセマリンやってます。桜林大学というところで、専門は情報デザイン論といいまして、どうやったら情報をコンパクトに分かりやすく、難しいことを簡単に簡単にはいかないので、ね、難しいことをやったら本当にちゃんと難しさはないのかっていうことをやってます。だからついてこれるのがすごく困ってるんですけど、まあそれはともかくですね、10年振り返るというんで、でもやられたことは若干振り返るで、どこにやったっていうのはここに出てます。でも受けてたのがテーマです。で10年間のテーマをちょっと簡単に2つ、1回目2004年広げよう市民メディアは、で2回目は米子でやりました。メディアで作る豊かな人との地域社会で、この年 iTunes ミュージックストアがオープンして YouTube が開始されました。実はフェイスブックも開始されてるし、ミクシーもこの年に開始されてたんですね。2005年カリアってさ、やっぱり名古屋っていうか愛知県ってやっぱりね、この代表するプロジェクトのせいか、1回目もそうだけど、実は2005年に愛知企画があって、それが実は2004年に何かできないかなっていうことで、愛知企画の時に実は、全国市民メディア連絡会がすごいハイブリッド装置を借りたんだよね。お話ししちゃったけど、はいはい、要するに今だったら YouTube とか YouTube でできるようなものがなんか装置がいったのを、なんかこの組織であるが家に愛知企画から借りられた、でこの愛知企画の、プログラム、市民メディアプログラムというか、ネットプログラムを実は開発しているのが市民メディアのスタッフの人たちなんです、実は。で、そんなことがあって、まあ、それから、その時に文科省が全国市民メディアと対応したし、で、iTunes Music Store が日本でも、この年にオープンして、ポッドキャスティングが始まって、僕は私のポッドキャスティングの年に始めたんですけど、わずか半年で第2位になっちゃったんです。そのこぼれ話は後でいろいろ、はい、チャンスがあるお話しますが、そして2006年に横浜で、開かれるんですが、市民メディアは社会をつなぐんです。ちょっと
メンディー何が違うか、タイトルをこう確認して、広げよう市民メディアとは、メディアで作る豊かな地域と社会、テレビや見るもん、あ、これ、すみません、2000個に飛んでましたね、山々でテレビを見るもんじゃない、出るもんじゃ、冒頭で言ったようにね、こんな話ですね。そして2006年が市民メディア、8日まで、市民メディア、社会をつなぐ。常にメディアという言葉が出てくるし、メディアに参加するかしないかというところに注目していただきたい。でこの年にユーストリームとツイッターがアメリカに開設され、初めて日本でも宣言していくわけですが、2007年は北海道でありました。地域が変わる。そしてメディアを、市民メディアサイドが変えていくっていう気持ちがタイトルには込められています。で、この年、中越地震が起こり、Google は携帯電話の検索エンジンに提供して、iPhone と Kindle がこの年に発売されています。つまり、なんでこちらのハードウェアをわざわざこう不足したかというと、気持ちと一緒に提供、ものを作るときもハードウェアの価格が下がり、それが今日いらしてないけど、レシピに行くわけで、堀井さんがおっしゃってくれましたけれども、プラットフォームがなければ市民メディアは成立しないんです。つまり、ハードウェアや我々自身が発信するための基盤がしっかりしなければありえないんです。でもこの段階、北海道の前、ちょっと戻りますが、2004年の頃、これ、名古屋のいきさつは亡くなられちゃった日野さん、亡くなられたんです、どんな方が亡くなられたんですか、2006年に横浜でやった時に原さんが亡くなられたし、はい、この間、東京でやった三田さん、川戸さんも亡くなられたコメントをお祈りしたいと思うんですけれども、いつもインディア君が出るけれども、この時代、私なりに整理すると、インターネットよりも、コミュニティ FM、あるいはケーブルテレビが、アメリカの PBS というか、パブリック放送システムで、シンプルな、誰でもメディアを使う権利があるということが、大野さん、そういうのをしようという意気込みが、この時代は強かった。たように思われます。それは松本さんの方が強い、詳しいと思うんですけど松本先生の方がで、山あいの村でやった時はまさにね、そういう感じでテレビはこう自ら作ろうじゃってこうやったんですね。そして、この2000あれ戻っちゃった下押しで横浜でこの頃からですね、この頃にはもう先ほど言ったように、ポッドキャスティングが始まるんです。始まってるんですね。で、何かできそうだっていう自覚が出る。で、北海道でやった時も北海道も先行して、北海道って割とやっぱり財政的にいろいろ苦しいから、行政の援助にやられたりするわけですよ。出るけれども、自分たちで何かやろうっていうのもあったし、中越地震もあったりして、北海道でも、なんか我々でできることがあるんじゃないかってこう盛り上がっていたんです。2008年、この年から京都メディフェスという言葉が使われる、メディフェスという言葉が使われるようになる、使う、選ぶ、作る、10人、10メディア時代、つまり、いろんなことを参加する人がいるけど、いろんなことを言う、勝手にやりなさいっていうふうに言いたいと思います。で、この年に iPhone の 3G が日本発売、初めて発売になったんです。2009年、東京メディアです。衣食住プラスメディア。今を生きるために必要なもの、つまり衣食住だけじゃなくてメディアっていうふうに、これは後でグラフをお見せしますけれども、これ本当にね、こういう感覚で選んだものが、後で統計分析をしてみると、となってる。で、これで民主党が大統になったんです。で、下村さんは、コロナになっちゃったんです。コロナで。民主党のコロナ。
西田さんのせいですね。で、つまり何か変えられる力が市民にもあるっていうふうに思えた。市民よりもダメだったのは民主党だったみたいですけれど、先ほどプレゼンテーションを見せていただいて、さすが手だれだと思いましたね。うまい。これやっぱりね、テーブルテレビの提携というのは、これアメリカにおいてもそうなんですけど、今日僕は元先輩の津田先生なんかがいたら、説明してくれるんですけど、もともとメディアは庶民といった政策者、地域の住民が言いたい人、弱者にチャンスを与えるというのを当たり前にして、アメリカは民主主義を育ててきた。その伝統がある日本って実はあまりないんだよね、はっきり言ってないんだよ。で、でも、まあ、そのやろうっていう流れの中に乗っかって、で、みんなの目で明日に向けて、やっぱりこのそういうケーブルテレビの流れで、やっぱりネットの方でこれ単独できるっていうよりは、ケーブルテレビ、あるいはコミュニティ放送、FM、災害放送局っていう一つの流れの中に、ジャンルに。2010年難しいところですね。川戸さん、亡くなられた川戸さんがいらしたから、うん、川戸さんのブスブスが今思い出せるんですけれども、うん、で、2011年は、番外編で、被災者からの発信、市民メディア立ち上がる、正式にやろうとしていた矢先に惨事が起こってしまって、ショックを受けたんですよ。で、この年ってね、結構東日本大震災もあったけど、ジョブズも死んでるんですよ。それから、インターネットの利用人口も増えてるし、つまり、我々が自由に発信できる、安く、基盤が自由にできるハード的なレベルと、それをサービスに変えたら、どんどん下がってきてる。そういうことが後に統計をお見せしますけれども、如実に現れています。2012年、去年ですね、つながろう、広がろう、伝えよう。どうしてかというと、これはお酒に惹かれていっぱい人が多かったかもしれない。大学に行っちゃうと怒られちゃうんだけど、楽しいメディレスなんです。でこの頃から実は後で将来の方が提案されている。積極的に引き受けようという場所が少なくなりました。どこやるってこう、はいって分からん。で、この年ですね、メディアという言葉がない。つながろう、広がるんですね。その前の時は、市民メディアの立ち上がるとかさ、やっぱり必ずメディアというのがあるんですよ。メディアを意識して、このメディアっていうのはマスメディアに対抗して私たちっていうカウンターを返す、それを得ないんです。つまりそれは私たちの発信できる、私たちのチャンスがある、可能性を皆さんが微妙に感じ始める。そして来年すぐそこにあるメディアなんですね。カリトラップがすると宣伝はもうさすがに皆さん聞いてたらやりますけれど、ちょっとタイトル的にまとめると、前半の頃はインターネットメディアということよりも、いや、それはインターネットメディアがまだそんなに就職してきてなかった、 YouTube を輸出するのがそんなに高かったということを考えると、この立ち上がりの2004年の頃はケーブルテレビやコミュニティ放送局が災害放送局みたいな風にして、地域を何かあった時に確保する、この地域のコミュニケーションを確保するということに熱心です。むしろそっちの安全とか安心というものを
確保するためのメディアというところが意識でやってる人たちが多かったかもしれない。それはまあいろいろ議論がある。でも、だんだんこういう技術的なチャンス、インフラが広がるに従って、誰でもできるじゃないか。で、例えば、先ほど福島の話がありましたけれども、福島のコミュニティ FM 局が、僕はもうすぐ4月現地に入って、コミュニティ FM 局がどうなったのか、そして災害のために何を立ち上げて調査して回ったんですけれども、今残っているのは4局しかないので、その時立ち上がった。まあ、いろんな理由があります。いろんな理由があるけど、もともと残っている4局って、コミュニティ FM 局で自分と地元でやってたというのがほとんどです。そしてその時に民放や NHK との協力、マスメディアが敵だったということは完全に乗り越えてますね。お互いに互換しないというような関係があったと思います。でもそれが、やっぱりこのコミュ通信環境によりますけど、この2000この自由に大量メディアメディフェスという言葉が使われたか、その前のここら辺から北海道か分かんないけど、まあ、ユースリンとかツイッターとか、この辺からやっぱりメディアとしてのプラットフォームが変わってきたように思います。でもそのチャンスをどのようにこれから知識としてというか経験を生かして、もっと市民メディアが豊かになるというのは、さっき学生さんたちの話を聞いてて初めて聞いた。当たり前ですよ。市民メディアという言葉は確か下村さんが三鷹で司会をされた時に、市民メディアってどう言ってるんですかって聞かれて、でウィキペディアかなんかで出てきたのを誰かに対しての記憶がありますけれども、技術がどんどん変わってコストが下がるということがどのくらいすごいことと、ちょっと最後にお見せして私の話のまとめて終わりたい。これ、情報家庭のにおける、ハードとソフト のこの情報システム違いです。ここら辺が、第1回目の仕組みで、まあ、要は簡単に言うと家計簿における、要するにインターネットなんかにかけてるお金の割合なんですよ。情報支出自体が増えてるんですけど、その中で、こんな50、こんなに増えてるんですよ。ね、それから次に行きますよ。全消費支出、全消費支出では、大体1割前後になってきてるんですよ。1割ですよ。エンゲル係数って知ってるよね。収入における消費の食にかけるものが今生きてきたと思うんですから、それに比べると情報というものは1割にまでなってきている。そしてもう一つ、ビデオカメラ、デジタルカメラ、カメラ、パソコン、携帯というものを誰がどういうレベルで保有しているかというのを見ると、まあ、黒い丸のところだけ注目していいんです。私は60代5世代ですが、皆さん、ここにいる若い皆さんは圧倒的なシェアを持っている。圧倒的なシェアを持っている。しかも年々単価が下がっているんです。そのことを考えると市民メディアは発展ますますしている。でもその中から出てくるのは、先ほどのカリアの加藤さんが言われていたように、我々がスターを作ってる、我々がスターを育てる、メディアがスターを育てるんじゃない。 AKB は作られた。 AKB を我々が地域から逆に作り出すことができたらいいなと願望していて、私の夢は終わります。だけありがとうございました。
まあ、今の10回の中で、まあ、共通点ってそのメディアとかですね、それからまあ、参加っていうことがだん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 これに続いてる、その辺が見えてきたんですけど、進化というか変化してきてることないかなと思って今のパワーポイントを拝見してたんですけど、試みに今私今瞬間的に思いついて今これを見ながら動詞だけ拾ってみました。ちょっと今言いますからメモしたから皆さんちょっと自分の紙に書いて眺めてみてください。1回目が広げるという動詞ですね。タイトルの中に出てきた動詞。2回目は動詞はありません。3回目が出る、4回目がつなぐ、5回目が変わると変える、6回目が使う、選ぶ、作る、追いついてますね。7回目が生きる、8回目が向ける、明日に向けての向ける、9回目立ち上がる、10回目がつながろう広がろうを伝えようなんだけど、つながろう広がろうはもうその前に出てますから新しい動詞としては伝える。で11回目、来年が今まだ仮ですけどもある。これ眺めてみると結構面白いじゃないですか。1回目はやっぱりね、広げようだったんですよ。広げるっていうもう自分たちの中で市民メディアっていうものをこう広げていこうっていう、まあその段階だった。で3回目でもう出るっていうことではっきりとその参加性を打ち出したんだけど、もう4回目になるともうつなぐわけですよね。広げるっていうのは自分たちの仲間を増やすとかっていうのつながるっていうのはもう相手があるわけです。社会をつなぐっていうことをはっきりここでもう意識してつなぐものとしての市民メディアになってきた。で次もっとアグレッシブになって変える、もうメディアを変えるんだ。で6回目になるともう極めて具体的に自分たちがもう市民メディアを自分のものにしてるって感じですよね。使う、選ぶ、作る、思いっきり具体的な言葉が並んで、ついに7回目で生きる、生きる存在までなってる。でここから8回目からベクトルが出てきます。方向性、8回目で向けるとなって、9回目でついに立ち上がるというところまで行きまして、でここが面白いなと思うのは、メディアって最初から伝えるものなんですけど、10回目で初めて伝えるっていう言葉が出てきて、でこれはもうやっぱり伝えるのはもう街づくりのためのもの、つなぐためのものといろんな副産物が出てきたけれども、やっぱりこれは伝えるためにやってるんだっていうのが10回目に歌われて、11回目はどうとはある、もう一番もう当たり前の存在ある、市民メディアそこでというふうにこう進化していっている。これ誰もデザインしてやってないので、ねえ、ちゃんと地域の合意なんです。やっぱりね、もしきなんていうか、その年を代表する、なんとか大賞と天井。流行語大賞。流行語大賞。同じですよ。そうですね。やっぱりこれ、市民メディア作ろうという人たちの総意が、今回出てる。出てますね。広げようから始まって、ついにあるまでだという市民メディア。こう考えると、12回から先のタイトル考える人にプレッシャーかかっちゃいそうですけど、どういう動詞でいくかみたいな。でも本当だからこうやってこう進化してきてるっていうことですよね。でその中で、じゃあ実際にどう市民メディアとしてのアイデンティティというか、オンデメディアとは違うものとしての市民メディアになっていったのか、これちょっと鈴木さんにさっきの質問をしたいんですけど、なんで東京新聞という大手メディア人でありながらここまで付き合い続けてるんですか？私もともとそういう人間だったかもしれないですけども、いわゆる取材するって、実は結構面白いでしょっていうことをみんなに伝えると、面白いねっていうことをみんな気づいてくれます。いやだからみんなで取材しようよっていうことを必要だなっていうふうに感じてます。で実は今でもですね、ネットメディアだけあれば、新聞いらないよとかっていう人たちもいるので、だけどそのネットで情報を流すだけっていうことじゃなくて、やっぱり今誰が、取材してやっぱり新しいことを発見して、伝えていくっていうことを誰かがやっていかなきゃいけないので、
それはもう結構、マスメディアの中で地域っていうのが担ってるものですから、それはそれで大事だなというふうに自分で思って自分でも仕事してるんですけど、だけどそのいわゆる専門家だけがやればいい話ではなくて、一人一人がやっぱり取材するっていうことをしていって、取材して発見したことを発信するっていうことをしていくと、実は街が元気になるっていう先ほどの話につながっていくと思うんですね。で、まあだからそれをどうやろうかなっていうふうに思ってたっていうのは、私も支局なんかに行ってですね、もう土曜日こんなイベントがあるんで取材に来てくださいとかっていうのはもう10年前20年前は、どんどん来てですね、でところが支局には5人しか記者いなくて、土曜日日曜日なんて休みを取んなきゃいけないので、1人留守番役がですね全部できるわけない、じゃあその原稿を書いて持ってきてよっていうことで、私は地方版の1ページを週1回市民が書く、こちら市民情報局っていう市民が書くページを作ってるんですね。でその時代ってまだネットもそういうことではないんですけども、で、まあ、そういうのを淡々と毎週1回編集会議を市民編集会議をして、したんですけど、なかなかねハードルが高いんですけど、書くということは非常にこう決意がいることだったんですけども、だんだん時代が変わってきて、そういうことをやってきた経験をですね、誰もができるようになったらいいなと思ってたら、カメラをこう持ってですね、このカメラ持ってちょっとインタビューしてきてって言うと、まあ、マイク下手を別にして、そのカメラで、向けますのでお話ししてくれますかって言うと、話してくれるんですよね。で何も持たないとなんかこう、なんか申し訳ない。隣で例えばイベントをやってるってもですね、あなたそのなんでこんなイベントやってるんですか、まあ、展示とかそういうのことを聞くときもなかなか何もないと聞けないんですけど、カメラ持ったりですね、メモ帳を持って私こういうふうになんかこう、私の、ブログに書きたいんですけど教えてくださいとかっていうと簡単に聞けるんですね。これさっき西海さんがまさにおっしゃってましたよね。そのこれ始めた面白さっていうのが、その、まさに誰にでも話を聞いちゃうところだっていう。で、だからちょっと道具立てがあって、自分がメディアになるっていうことを自覚すると、すごく人と人がつながってくる。で、例えば今街でも、さっきのまあ、テレビの話でも、街の中でお蕎麦屋さんがあっても、なかなかお蕎麦屋さんは自分の商売だけをやってるんですけども、商店街と、例えば福祉の人たちって、なかなかつながってないっていうのを、メディアでつなげていくっていうことの役割ができるっていうのが、なんか私たちが発信っていうことを覚えたときにできるんではないかなっていう。だからその、どっちかというと、従来のマスメディアから情報を受けるっていう、情報を受けるじゃなくて、逆に言うと、発信者になるためにどうしていったらいいのかっていう、そうするとすごく自分の生き方もなんか豊かになるし、街も元気になるし、それを商店街活性化っていうのも商店街の情報を発信しようとかっていうことをしてできたんですね。でたまたま私そういうことをやろうっていう勉強会をやったらですね、その勉強会の講師に、パワープラネットの白井さんが来てもらって何やろうかな。30秒で街のコマーシャルを作ろうという講習会を初めてやったんですよ。でここに来た、実は浪江町の人たちが、あ、これ面白いねって言って、30秒でこんなのできるなら、で、ムービーメーカーを使って、ただのソフトで、写真だけここに持ってくれば、音楽も何フリーで使えるの？じゃあ、なんか街のミュージシャンがいるから、その、音楽で CM 作ったら面白いねとかっていう話がここで盛り上がって、これ皆さんあれですよ、福島県浪江町です。あの原発事故でずっと前の話、前の話です、はい。2008年ですね、私2007年にそういうことをやったら、8年に、彼女たちはこれ町の50周年で使えるねって言って、ワクワク、あ、検索後でしてもらえるんですけど、ワクワク浪江 CM コンテストっていうイベントを作ってますね。これは女性たちだけで、まあ、商工会だとかいろいろ巻き込んで、実行委員会作ってですね、やったんですけども、まあ、そういうことが、
やると自分がメディアになる、メディアを持つっていうことが、非常に面白いことになっているということなので、そうすると、メディアリテラシーって最近よく言われるんですけど、メディアリテラシーって変な勉強するとかこうあるべき論を言うんじゃなくて、自分が発信者になってこの情報どうやって出すのかな、でどうやって、みんなに伝えるのかなっていうことを自分で考えると、ちょっと考えてみようってことをするとメディアリテラシーっていうのすぐ分かってくるんですね。これは著作権が問題じゃないかなとかですね、いや著作権主張する人がいるけれども、それはみんなで共通してこれは共通の財産にすべきだとかですね、いろいろこう思いつくことはいろいろあって、でそういうことをやっぱり考えていくと発信者になるっていうことが非常に必要で、それは発信者っていうのは他の人にどう思われるかっていうことでは、誰が見てくれるかっていうと、やっぱり共感のメディアですね。で、共感しなければ見てくれる人はいないし伝わらないんですよね。例えばビデオの普及でも、ソニーの、コマーシャルが運動会で親が撮るコマーシャルがあるんですけど、要は私の子供の運動会の映像を、見てくれるのはおじいちゃんおばあちゃんが喜んでくれるっていうだけで、周りの人はただそれだけだったら見てくれるんです。でそこにやっぱりなんか、子供たちの明るい素晴らしいなんか発信があって、この子すごいねとか、頑張れとかっていう、なんか共感の声が寄せた時には、あ、これ私も見たい、もっと他の人に見てもらいたいとかっていう応援団がたくさんこう広がってくるということになると思うので、その共感が、どう広げられるかっていうのが、やっぱりメディアをこうなんかこう僕たちは育てていくっていうことが必要なのかなというふうに思って、いますね。でそれが今和田さんのお話でいうと、結構昔難しかった部分がもう誰もが、ビデオを持ったり、もうスマホで撮ればアップできるとか、それも、昔はネットでライブ中継やるっていうと NTT から臨時回線を引いて、いくらとかって、いう時代を経験してきた人からするとですね、今はもう何しろ Wi-Fi ですぐ誰でもできちゃうっていう、でそれもただっていうですね、いう時代になってきてるので、それは使わない手はないんですね。だけど IT 系の人たちはそれは技術としてはあれなんですけど、やっぱりそのじゃあ誰が使ってどうやってそこに情報を流していくかっていうのは、やっぱり僕たち自身がやっぱり楽しまなきゃいけないのかな、それが共感を広げていく。あとね、やっぱり僕ぜひ鈴木さんに伺いたいのは、市民メディアの力によって東京新聞が変わったっていう事件があったじゃないですか。あれ、NPO ばっかりの時かなんか鈴木さんから聞いて、ああすごいなと思ったんですけど、例の国会でもの話、あれはやっぱり東京新聞という一つの大手メディアを変えたわけですよね。そうですね、だから新聞がですね、なんか新聞社が取材して伝えればそれで新聞が成り立っているという時代はもうちょっと終わってるかなというのが、事例として言うと、東京新聞は去年から原発、去年というか原発の報道では一生懸命やってて、デモも取り上げてたんですけど、ちょうど去年大井の原発を稼働するかしないか、稼働を決める前日のデモというところでですね、そのデモを、みんな、運動の人たちは力が入ってたんだけど、それを実は報じなかったんです。これはけしからんじゃないかっていう抗議がわっとして、私は今仕事は読者応答室っていうところにいるんですけども、抗議の電話やメールが100件以上こう来てですね、これにはやっぱりちゃんと答えない。今までならば、今までならばって言うんですけど、従来メディアならば、従来のマスメディアなら、それは編集方針ですからとか、その何を伝えるかはマスメディアの編集者や記者が判断することですから、じゃあそこにやっぱり間違いだとか、もっとこうなんか協力する、協力関係を作る、信頼関係を作ってやっぱり伝えていかなければいけない。
でいくと、やっぱり市民の発信者と連携するということが必要になっている時代なのかなというふうに思います。で、まあ、そういう点では、その時ですね、東京新聞はやっぱり、そういう声に対して伝えて、いかなかったのはやっぱり間違いですね。ちゃんと、それは私たちで点検して次からはちゃんと伝えるようにしましょうというメッセージを答えたのが、なんていうかな、それはごめんなさいっていうことで、まあ、今改めます普通に言ったつもりが、逆にその読者たちからは、そういう誤りを認めるのが、誤りというかちょっとミスかもしれないけど、認めることがすごく信頼を高めることになってくるという関係になってきましたね。だから逆に言うと、その一緒にその考えて一緒にメディアを作るという関係になってくるので、まあ、最近、まあ、分かりやすく言うと、メディアのこうマスメディアと市民メディアのこうコラボレーションみたいなことは、行政と市民団体がよく共同という言葉を使いますけれども、共同の関係というのが今これから非常に良き密にしていくべきでは、まあ、協力の協力働くのも共同ですね。そうですね、はい、手なら上げないでいきましょうよ、ほとんど。いや、改めて今ね、会社の方ももうどんどん発言してください。どんどん入ってもね、はいはい、今僕はだから水産の話聞いててね、すごくその島本さんが後でやりましょうって言った根本問題を感じちゃったんだけど、そのマスメディアにおいてもや、東京新聞いざ知らず、いろんなところで知らさずにおこう、見せないでおこう、それはその意図する意図しないに関わらず、記者の個人的なその取材力も含めてです。見せないでおこう、考えないでおこうっていう逃げてる姿勢がね、これがね、その市民メディアだけじゃないですよ、国全体で発表ってんじゃないかと。例えば僕はもう正直言って昭和24年に団体世代のトップバッターです。いろんな市民運動をやってきました。やってきたけれど、最近見てるとだからなんか目を覚めちゃうと思われるけど、僕は本当に個人的な体験、高校時代原爆でいいわけなんかないじゃないかって、いい現場と悪い現場と言わないから現場反対っていうチラシを原水機の大会に行かに行ったら、もう共産党県の人にチラシを叩き落とされて出てけと言われたんですから、それで、ね、僕らは左翼の右翼の何でもないつもり、いまだにいい現場なんてあるはずない、いい武器なんてない、人を殺すことがいいのか悪いのかっていうことは常に考えるじゃないですか。で、なんか戦いがあったことで、人間の弟子みたいに知ってる。でもそういうことをきちんと議論しないで、なんか流されるのが嫌だっていう。で、それも、で今ね、なんかマスメディアの市民メディアの徹底的にやるっていう姿勢も変わってんじゃないかという気がしてならないですね。考えないでおこう、知らないでおこう、触れないでおこう、これが蔓延してますね。それでも僕も、まあ、ずっとテレビの時に、ま、マスメディアに、まあ、トータルフリーム入れたら四半世紀どっぷりいましたから、すごく感じるのは、別にこれ知らせないでおこうっていうほど高度な判断ですらなくてね、感性の問題だというふうに感じてます。つまりその市民がデモをやっているっていうこと自体が、なんかこれちょっと社会を動かすんじゃないかみたいな感覚がもともとないんですよ。大手メディアの大企業の社員の人たちや、なんか市民、偏った一部の市民が騒いでるくらいにしか感じられないから、なかなかそれが基地としてのバリューがあるという感性を持ちえない。でそこで、いや、これはニュースだろうっていう形で、どんどん市民メディアがあの時発信してったものが、ついにはみんなでお金出し合ってヘリまで飛ばして上空からね、国会を取り囲む人たちが映した、ね、素晴らしかったですよ、白石さんの写真が。ああいうのを見て、あ、これもアジェンダなんだということをやっと気がついたっていう、そのが感性の問題のような気がするんですけどね。そういうものをつけていけるような市民メディアのパワー、
ね、あ、ちょっと真ん中の映像見てもらっていいですか。なんかさっきから鈴木さんが全体の映像を映ってるなんでこれまで言ったかというと、今日の法政大学の皆さん、武蔵大学の学生の皆さんも司会が上手、慣れてる、素敵、うまい、褒める。でもね、みんなコンビだよ、コンビだよ。あのつまりコンビ弱いって言ってない。あのコンビをいっぱいすればするほど引き出しが増えるから、引き出しが増えて、このゲストにはこういう反応で、カバーソン引き出しが増えるいいで、たくさん経験するのいいと思うんだけど、でもなんかステレオタイプを感じちゃった。だから市民メディアの、だからぜひあの市民メディアの三条の方にも期待し、工藤さんも期待。作り手はさ、これからやっぱり受けようとかいっぱいあって、こう、あすごいじゃんってやったらさ、かっぱりじゃん。報道だって調査報道って言ってるけど、ね、調査報道ちゃんとやったらクリエイティブだけど、内閣よ、本当に記者メンバー当たるんだけど、これダメなんだよ。まあそれは大手メディアの問題ですけどね。でもね、今のそのコピーっていう話は、私も実はさっき遠慮して言わなかったんだけど、僕はこれちょっとあえて挑発しますけども、さっきあのチャンネル第一の作品を拝見してた時に、どうぞって仕切りになってましたけど、見てある前に、あれ僕個人的にはすごい嫌だった。あのなんでこんなに大手のテレビの真似してるんだろうと思いました。なんかね、あの要するに、あの大手メディアと市民メディアっていう関係っていうのは大きな国の中で言いますけど、あの私でもできたっていう市民メディアと、私だからできたっていう市民メディアがあるんですよね。私でもできたをやってる限り、絶対に大手メディアの上にはいけないんですよ。でこれはもう本当に他ではできない、うちだけの発信スタイルだっていうものを、やっぱり市民メディアは持ってるんだから、それをやりゃいいのに、なんで真似して喜んでるかっていうのは、すごくいろんなところで感じます。あの今度連ドラを作られるってことですごい期待してますけど、あの大地さんどう思いました。あの小口沢ニコニコステーションのダイアリーっていうドラマをご覧になりました。これはね、すごいです。あのもうずっと前ですけども、小口沢小学校の 5,6 年生が作った恋愛ドラマなんですよ。でそれを小口沢ニコニコステーションがリピートで繰り返し繰り返し流して、まあトータル小口沢町民の 80% ぐらいの視聴ですね取ったドラマですけど、要するにストーリーとしては、あの小口沢小学校にすごいかっこいい男の子が転入してくると、でちょっとこううだつの上がらない女の子が、なんとか彼と仲良くなりたいけども、どうしていいか分かんない、悶々としてる様子を日記に書いている、その日記のナレーション朗読がベースで進んでいくドラマなんですけどね。その時に全編一回も誰の顔も出てこないんです。首から下なんですね、あるいは後ろ姿。クライマックスのついに体育館でその女の子が苦手な跳び箱の練習を一人一生懸命やってるとこ、彼がひょっとやってきてついに初めて会話ができるようになるっていうクライマックスシーンなんか、画面の真ん中にただポツンと跳び箱がずっと映ってるわけっていう、すごいなんていうかアートな映像なんですよ。アートですね、それは。これで、もう僕それ見てびっくりして、要するにもうね、小説になってるわけ。見る側がもう、いやおなく想像力をかきたてられて、どうしてこんな表現を思いついたのと聞きました。もう本当にみんな見てる人が一人一人白馬のおじさんのような少年を、思い浮かべながら見てる。で、その子たちが聞いたんですよ。誰がこの演出を思いついたんだろう。答えが素晴らしかった。だって顔が出るのは恥ずかしかったんだもん。これだけです、理由は。これだけが理由でそういう表現ができてしまうのが市民メディアの凄さだなと僕はその時思いました。もう自分たちの顔出るの恥ずかしい、じゃあ顔出さないでやっちゃおうぜって。大手テレビの真似っこしてたらそんな発想ピョンと飛んで出てきませんよね。恋愛ドラマに顔が出ないなんてありえないだろうっていうことで言っちゃいますけども、それができる、それによってそういうすごい表現ができる、こういうなんかオリジナリティを破壊力というかな、やっぱりそれぞれのメディアがね、コピーでなく出してほしいなという気がするんですけど、
ちょっと一瞬せっかく喧嘩打ったんで、なんか反応ありましたらお願いします。どっかに、ワイヤレスがあると思うんですけど。先ほどホビーっていう話が出てきたかと思うんですけど、僕自身今、修士でコミュニティ FM の研究をずっとやってるんですけども、はい、その中でやはりその問題意識として感じることとして、その多くのコミュニティ FM っていうものがやはりその現役放送と同じような形で放送を行ってしまっている傾向があるので、まあ、ずっとそのいろんな曲の番組表とか、あるいはその聞ける範囲ですけど番組とか聞いている限りだと、同じことをやはりその大手の番組の軸って言ったらいいですか、そういったものをある意味模倣というか、そういった形でやってしまっていて、結局のところそれが向きとしてあのマスメディアと同じになってしまっているっていう嫌いがすごくあって、なんかプチマスコミが方々にできていくような、そうですね。で、それ、ただ、そういう、それが全部っていうわけではなくて、その、最初に、事例として紹介していただいた相田さんであったり、あるいは、僕がもう一つ以前研究していたものとして、神戸の長田の方にある FMYY というのがあって、はい、こちらが、在留外国人の人たちを積極的に使っていくみたいなメディアなんですね。でまあ、こういったものっていうものからそのコピーからさらなる派生っていうものを目指していく方法があるにもかかわらず、なぜ多くのメディアがその派生の部分に至らないのだろうかっていうところは常にちょっと研究としてちょっと悩んでいる部分があります。はい、ありがとうございます。まあ、本当にあれですよね、近所のおばちゃんと知り合いの店に行ってるのにわざわざテレビのレポーターみたいなこんにちはとかやってるっていうのは意味がわからない。そういうマネコ放送がいっぱいありますよね。いや、あるね。あのね。でもそうだ、まだ、肝心の、さっき私が前で挑発させていただいたんで、谷大地さん。この会場見ないとフラットできないのかね。ほとんど見えない。こっちから見えないって、これね、これ大嫌いなの、これ、フラットにしようよ、もう。もう基本的にスクリーンはそんなに使わないですよね。会場の方も少し明るくしていただいても大丈夫です。これ明るくして、みんなの顔が見えて、そうしましょう。なんか我々3人だけでなんか突出し合ってるのはね、市民メディアじゃない。その通り。今我々3人のマスメディア状態。居心地が悪い。はい、お願いします。はい、すいません、コピーをということだったんですけど、多分ですよ、多分多くの方はそんなこと考えてないと思うんですね。はい、で、例えばメディアって、まあ、おっしゃってますけど、多分その多くの人たちってメディアっていう言葉自体に一つのその何ていうのかな、嫌悪感に近い、自分とは関係がないものみたいなものがあって、じゃあ学術的にそのメディアの専門家の方たち難しいお話をしててくださいっていうのが多分一般の方だと僕は思うんですね。で、その僕は決して特別な人間ではなくて、うちの市民放送局は、60とか70のおじいちゃんとか、おじいちゃんって怒られちゃうから、おじさまとかね、おばさまとかがいて、メディアって何っていう話で、僕の中ではメディアという言葉はあまり使わずに、メディアというのはコミュニケーションというふうに捉えています。だからその、彼らたちに、市民メディアだから、例えば真似ちゃいけない、ね。逆に言うと、そういうことがもう市民メディアとしての規制につながるんで、結果それが真似だったとしても、みんながしたいようにしてくださいっていう、まあそんな感じでやってるんですけど、ただ、どうぞって言ってるのは、これ僕自身の話ですからね。ちょっと、今度からパターンをちょっと変えてみようかなとは。監督やられてると、絶対そう思う話よ。僕、横浜で、ダンス師やりながら、実は、本当だから、その、ポッドキャスティングで、ダンスを見てると、こう、ダンス先生が言われて、そっちに引っ張りたかったんだけど、
あの、なんで失敗したかって言ったら、ラジオの真似になっちゃったんですよ。コンビになっちゃったんですよ。やってて、これどっかで聞いたこれサントリーがやってる番組だよな、とかね。あの、ちょっと待って、うちの久本が、なんか言いたい。さっきのコンビっていう話の中でですね、特に最近の若い子たちっていうのは、もう生まれながらにして、ビデオに撮られるっていうことに慣れてるんですよね。生まれた時から撮られてる。で、どう撮られるかも分かってる。そのビデオにすごく慣れ親しんでるんで、そういう立ち位置、ポーズっていうのがもう本当にできてしまう。レポートしてマイクも出して小学生に入ってきてって言ったら、それがもう身についちゃってるんで、生まれながらしてできちゃってるんですよ。それから自分の色を出すっていうのは、もう、それを知ってる子たちじゃないと難しいから。あの、だからそれを逆に活かしたらいいと思う。僕、ね、あの、小学生と番組をね、はい、あの、ビデオで作ったことあるんですけれど、はい、小学生は、それは、真似ですよ。真似しろってこっちも言うの。はい。あの、だけど、唯一できることは、お父さん、お母さん、おじいちゃんおばあちゃんのインタビューを孫たち子供たちにやらせるとええー、と言いながら本でもカメラが向いてるから嘘も言ってるしでもこれ何に使うのなんとかちゃんと言いながらでこの話はダメよとかってこうあのそうですね子供たちに撮らせる方がやすいうまくいったりはするんですね。だからね大切なのは、市民メディアっていうのは思わずこぼれるそういう視線なんです。僕の友達に2000分っていう監督がいて、障害者をずっとドキュメンタリーに撮ってるんですけど、やっぱり彼は、だから、いわゆるこう、いわゆるうるさいアナウンサーだとか、インチャビアだとか、全く出てこない。もう、カメラを固定していて、まあ、まあ、動いてもいいんだけど、ずっと、だから、この、要するに、うるさくないんですよ。でそこの中でその選択をあ彼はやっぱり一応職業監督になってるけれど僕はだからああいう僕の好みになっちゃうんだけど市民だったら自分しか取れたものあるだろうってあるはいごめんなさい、もう一つすいません、はい、そのラコミュニティ FM とかそのボギーっていうところはあるんですけどもこのままもですね私コミュニティ FMケーブルテレビがやっているコミュニティ FM ラジオピッチ FM っていうのを立ち上げ参加したんですけども、その立ち上げの時にですねやっぱり経営者としては失敗したくないもんですから、民放のラジオ局の経験者を呼んできます。ケーブルテレビの立ち上げもそうです、県域放送局のスタッフを、まあ、アドバイザーとしてやっぱり雇うもんですから最初の立ち上げはそれでいやコミュニティなのになんかかっこいいなっていうところで天気っぽいなっていうところから独自色を後から出していく、そこからそういう切り替えをしていく成り立ちが多いです。これは NPO の、 京都三条さんのようなその NPO で立ち上がるラジオとはちょっと別なんですけど、商業的、地域的な企業が出資するコミュニティ FM はそういう立ち上がり、やっぱり経営者としては失敗したくないから。それですごく自然なことだと思います。はい、そもそも人間の成長を思い出せば分かるけど、子供はみんな真似から始まる、当たり前なんですよ。でさっき私が言ったのはその真似でとどまって真似に安住しているチームには何でこんなに多いのか真似の後にオリジナルになっていくのが人間の成長ですよね。そこに行ってないところがすごく何でさっき例に出された FM ワイワイなんかはそれが非常にうまくいった例でやっぱり阪神大震災の後とにかく多言語いろんな言語の人があの地域住んでるのにそこに情報が行ってないっていうニーズからはいろんな国の言葉であそこ発信始めましたよね。でベトナム人がベトナム語で放送を始めた時にその災害情報を伝えるために始めたはずだったんだけど彼らはお笑い番組を始めたんですよね。そこでベトナム語で、それはもう本当にマスメディア的発想から言ったら何やってんだ本当にっていう感じなんだけどいや今笑いたいんだとこの大震災の中国のこの中でということでやっていったそれがその在留ベトナム人の人たちが大変な人気を博したそういうようなのがオリジナリティというものですよね。でこれはどんどんやっていくべきだとこれはやっぱり思いますよね。突然でもその視点で言うとね仙台で番外編っていうのを新聞で全部新聞でなんかやった時に同様の問題が出ました。つまり被災者がこう深刻な状況にある時に
歌とか笑いというものがどういう役割を果たすんだろうと。でそれはね、欲しているし、ほっとするものであって、遠慮なくやってほしい、やるべきだっていうのが、現地の制作者、コミュニティ FM の人や、それから NHK の、あの人は NHK だったの。覚えてない。あれ、NHK の人いや、違う。地元の民放の人だね。思い出した。あの、お年を取られたアナウンサーの方が、必要なことです。だから、そういう体験が、こういう集会を通じて、その共有されていくっていうのもとても大事なことですね。でまあ、さっきあの鈴木さんのお話の中にもね、その一つその市民メディア によって大手メディアがあの学び変わっていく例というのがありましたけれども、本当にあの市民メディアから学べることって多くて、そう、先週ね、地方の時代映像祭っていうのがあの関西大学で行われたんですよね。そこで私ちょっと、なんだこの発言はという発言が、あのプロの局アナが司会やってたんですけども、大学生が作った非常に面白いあのホームレスのおっちゃんの家を訪ねていく、言ってホームレスの家っておかしいけど、おっちゃんが河原に建てた掘っ立て小屋を訪ねていくあの リポートがあったんですよ。それを見終わった後、司会 の局アナがあのまるでプロが作ったみたいに上手ですねって褒め言葉のつもりで言ってるわけ。もうコテコテの上から目線じゃないですか。で、私はちょっとまず入ってあげて、まあ、穏やかな言い方ではありましたけども、この地方の時代映像祭には、あの放送局部門、CATV 部門、市民学生部門とありますけど、市民学生部門は別に他の2つの部門も下にあるんじゃないですよね、と。横に並んでるんですよね、と。プロみたいに上手だって言われる筋合いがない。ということを学生さん反応していいですよ、というふうに言いました。実際、僕は例えば、サタデーズバットやっていた頃、地方に取材に行くと、何をやったか、まず必ずやったのは、その地域の市民メディア。一番小さな、あの、なるべく小さな手に入るメディアの記事を手に入れて、読むことをしてました。で、一度、すごく、これもう象徴的な例なんですけど、あの、鈴木宗男さんがね、まあ、あの、今、新党第一。チャンネル第一じゃなくて、自民党第一の。あの、鈴木宗男さんがまだ自民党で県政を振るっていた頃、まあ、あの、贈収賄事件なんかで、ガラッと傾き上がって、メディアにボコボコに叩かれるようになった時期がありましたよね。その時に、あの、宗男ハウスとかいろんなものが、あの、当時、揶揄されましたけど、あの、鈴木踏み切るって皆さん、覚えてますかね。あの、鈴木宗男さん、生まれた家に通じる JR 阿蘇線の踏切、踏切ってみんな一個一個名前あるんですけど、その踏切に鈴木踏切っていう札が出てるんですよ。で、これがまた格好のネタになって、東京のメディアも。あいつは、その JR の踏切を表札代わりにしてる。なんていう権力の横暴だという報道がありました。で、下村をそのサタデーズバットにやろう、行ってこいと言われて、現地に行った。行って、まあ、阿蘇の町の一番ちっちゃい人に買ったんです。ペラ一枚。そしたら、当初なのに、バカじゃねえか、東京のメディアは。鈴木踏み切るの当たり前じゃないかって書いたんですよ。でこれが一体どういうことなのと思って慌てて周りの踏み切り見に行ったら、渡辺さん家の前は渡辺踏み切り、柴田さん家の前は柴田踏み切り人口密度低くて踏み切りの先に一軒しか家がないから当たり前のネーミングだったんですよ。そんなこと全然東京人には、ね、知恵がないから、鈴木踏み切りだけ確認して本当だけしからんっていう放送をしてたんですよね。僕もあの時地域メディア、市民メディア見に行かなかったらそれは学習できなかった。ああよかったと思いました。でこういうあのその市民メディアだからできる方法何個でもあります。これをもっとどんどんやってこようということを言いたいんですけども、さあそこで先ほどの最初のところに出たテーマですけども、福島の問題について市民メディアでもできることじゃなくて市民メディアだからできること、これから我々がやっていかなきゃいけないことは何かっていう、あの第一部の議論をちょっとここで継承したいんですけれども、ちょっと最近おとなしいです。鈴木さんから何か、東京新聞にはできないけど、こういうことやってほしいって何か。福島に、うん、じゃあ、その前に何かあれば。今だから、
コピーは大いにしていいんじゃないかなっていうふうに僕は思いますので、まあ、だからコピーをした上で何が違うのかっていうと、そのさっき言ったその共感を得られるコピーかどうかっていうことだから、同じことを伝えても多分同じかそのものを真似て、伝えても多分共感は得られないので、なんかそこに自分なりのクリエイティビティっていうかそこがあると思うんですよね。でそれはやっぱり何かなって言うと、やっぱり市民メディアはその当事者性だろうというふうに思うので、やっぱりその当事者意識を持ったメディアかどうかっていうところが、その違いっていうか共感得られる。でこれは決して当事者メディア、マスメディアは当事者メディアじゃないっていう人がいるんだけど、決してそうじゃなくて、マスメディアも当事者意識を持って、取材をし伝えるってことをしていかないといけないんですけど、より細かく当事者メディアとして、成り立っているのは市民メディアで、例えばじゃあ、さっき伊勢さんの話あれだったけども、障害のある人をマスメディアが取ると、なんか今現実的にはとってもこういう取り方しましょうって言って取っちゃったりするんだけど、逆にケアしてる施設の人がカメラを持って一緒に生活してる人が撮った映像っていうのは本当に寄り添った映像が撮れるんですよね。でこの違いってすごく違ってるんで、最初は真似だけれども、そこのところはすごく違いが出てくるのかなというふうに思うので、そういう工夫っていうのが今だから個人メディアで発信していることも実は同じで、単なる、不平不満を言ってるだけだと市民メディア的にはならなくて共感も得られないんだけど、一人の人に伝えることでも共感を得られるような伝え方をすれば、これは立派なメディア、市民メディアじゃないかというふうに思うので、その時だからその当事者性を持った時に決してたくさんの人に見てもらおうと思わなくてもよくて、たまたま見てくれた一人に伝わって一人が感激してくれれば、それでそのすごくそのメディアとしては、成り立ってるんじゃないかということだろうと思って。なるほど、すみません。そんなことで福島の問題にちょっとその前コピーについて誤解になる、はい、コピーは学生の場合たくさんしてください。たくさんコピーしなければ引き出しが増えない。つまりね、最初から天才はいないんです。コピーしまくってコピーの引き出しが多いときにコピーの組み合わせでバリエーションというのが生まれるんですよ。イミテーション、コピーはイミテーション、イミテーション、バリエーション、クリエーションっていう縦段階を頼むんです。天才はいきなりクリエーションします。だけど普通の人はたくさんコピーをしてイミテーションをして引き出しを大きくしないと絶対に成長しない。それだけは確実です。いや、結局加藤さん、久本さんがおっしゃったことも我々さんに言ってることもみんな同じですよね。コピーからスタートしてその後どう展開していくかっていうことなわけです。それで、はい、まあ、さっきちょっと話したのに、やっぱり結構書く、最初から真っ白のところに書くって大変なことで、こういうふうに書いてっていうふうなことだとか、こういうネタがあるからちょっと書いてみないとかっていうことがすごく必要かなっていうか、きっかけ作りも含めて。で、まあ、それこそ気軽に、ビデオを持つとかっていう行為が、次の段階になってくるんですけど、まさに今、逆に言うとマスメディアで流している情報をネタにするっていうようなことはいくらでも気軽にできるなっていう点では、最近ですね、ここに回し読み新聞っていうのがこれちょっと早、あれなんですけど、これ今回大阪メディアですね、一つの一つですね、これ今大阪で流行ってるので、それを全国に今広げようということなんですけど、みんな持ち寄った新聞をですね、みんな回し読みしてですね、あ、この面白い記事だ、これをちょっと新聞作ろうということで、こうやってこれFacebook ですけども、みんなで、まあ、例えばこの3人でですね、3つずつ、記事を切り抜いて、
私はこの記事面白い、この新聞から面白かったねっていくつかなんで、いろんな違う新聞を組み合わせて自分たちの新聞を作るっていうこれワークショップをやって、これは多分大学で、やった映像ですね。でみんなこうやって作ってみて壁新聞みたいにしてみるとっていう。でまさにそういう機能です。あ、そうですね。で、まあ、詳しくは、マーショミ新聞のホームページを見ると、これ、やり方なんか書いてあるので、まあ、そんなことはあれなんですけど、まさに、マスメディアの、情報をきっかけにして、これを、自分たちのネタにする、という、まあ、そのさっきの、コピーから出発して、次の、編集するっていう作業を楽にするっていう格好だと思うんですけども、これと同じようなことでは、街ライブラリーってみんなが本を持ち寄ってその本をコメントするみたいなことも今回、別の文化会ではやったんですけども、街の本屋、街にだからその図書館作っちゃう、小さな図書館作ってそこでみんな本を交換して、その自分の、まあ、選んだ本だけ、本のこのポイントを、伝えるっていうことで、これ本当にこの数人で伝え合うことがメディア作りになるようなことなので、まあ、こんなことがネットだと思うと広がりやすいというようなことかなと思いますね。はい、まあ、なかなか福島の話も、ね、もう盛りだくさんで大変ですが、一個だけ今の鈴木さんが言われた当事者性っていう部分はこれかなり市民メディアにとってキーワードだと思いますよね。私は横浜のテリトリーというご近所ですけど、湘南ドット TV が脳性麻痺のおっちゃん2人が酔っ払いながら食っちゃうっていう企画をご覧になったことがあります。で忘れられた記憶パート2っていうタイトルなんですけど、あれすごいですよね。本当にね、脳性麻痺の安西さんという方がディレクターで、まあ、ご自身なかなかカメラとか操作できないんですから、SNK 用の SFC の女の子を連れてきて、アートに行こうと言いながら、ディレクターやってるんですけど、友達の別の福田さんという脳性麻痺の友達の家を訪ねてって、2人で缶ビール開けながら、ガーガー口破れるだけでも8分だ。なんですけども、まあ、出てくる言葉がやっぱりどんな大手メディアにも出て決して出てこない言葉が連続があるんですよ。もう要するにお二人とも脳性麻痺の当事者でいらして、我々の動きは俺たち自分で見ててもキーだからねとか、生きてることがパフォーマンスとか、もう本当に絶対大手メディアでは聞くことができない言葉がどんどん飛び出してくる。これも本当に当事者メディアの底力というかね。よく僕たち大手メディアの人間は入るとまず報道の世界に入ると先輩から指導されるのはなるべく二次情報じゃなくて一次情報を取れと言われます。二次情報というのはつまり伝聞、警察発表とか伝聞じゃなくて一次情報、つまり当事者に直に聞けと言われます。その二次一次という表現を借りるなら、当事者が自分で発信しているのはもうゼロ次情報ですよね。これ以上強くない。それができるのがやっぱりその市民メディアの底力の一つかなと思いますが、さて、いい加減福島の話をちょっといきましょうか。もう10時半過ぎちゃいましたから、少し、じゃあ会場からでも結構です。皆さん何か先ほどもね、一人これ自分に課している課題ですという形で、これからもカメラを持って被災地の人たちと話をしていきたいというのがありましたけれども、何かこういう大手メディアがやってくれない福島関係被災地発の発信をこれからも市民メディアになっていこうという、もちろんご自身がやってますでもいいし、これからこういうのができんじゃないっていう話でも結構なんですけど、何かございますか？じゃあ、なければ唇は私が言いますけれど、福島にはですね、郡山、僕が現地に入って、なんかこういうことができることはありませんかっていう、YSPP という情報収集団体の活動で、福島担当で、で、郡山に行ったんですよ。で、郡山にはコミュニティ FM 局が頑張っていて、現在も頑張ってるし、前から頑張っている。そこで聞いて、行った時の話の一部を簡単にご紹介すると印象的だったのは、まあ、とにかく現地においてほら、福
福島市内が途絶えると最初の数日間かかるぐらいはもう何してるのかなということと、それからそのすぐかなりの勢いで復旧していくんですけど、あの支えになったのはやっぱり普段のリスナーからの情報だったと。それからもう一つは、コミュニティ FM 局だからといって毎回意識が実はあったんだそうです。あったけど結局それが NHK と連携し、他の地方の民放とか全メディアと連携してその相談をやるようになって、一つこう自分たちの存在意義をすごく感じられたというのが、2011年の4月の第1週に現地入って調査した時の、すごくインプレス印象的な社長さんの言葉でしたね。でその後は2年後にまた取材に行ってるんですけど、ずっとやっぱりその前から地震の前からやってるせいか今どうなってるのか、あそこはかなりうまくいってると思いますね。まあうまくいってる例ですが、その時に初めて僕が知ったのはサイバール放送というやつです。で、インターネットで実はこのような放送聞けるんです。だからでも仕掛けを聞いてみると、コミュニティ放送協会みたいな新橋があって、そこに入らないとなんかその資格の資格をもらえないのかよくわかんないと思うんだけど、著作権があって、要するに普通の放送局の話を聞くことがあるのに、著作権だったインターネットの話と、でもなんかクロス性感情でかなり安くできる仕組みに最近なっているそうです。だから総務省も、311をきっかけに、と地区で6局ですね、許可してるね、新曲を追加に出してるね、臨時災害局って1年間くらいで終わっちゃうはずなんですけど、それが追加に出で、なんかその辺は総合さんに詳しい、それ詳しい詳しい方に聞いたんですね。今書いてるのは5年間ですか。法律的には何年っていう定めがないので、一応目安として5年というふうに言われている。で、なんか何かが、それで問題なのは何曲かは、だからそのこう、ちょっと息が途切れはってるっていう感じですね。息が仕切っていく。ああ、その僕が関わっているその臨時災害局は、そのこれからじゃあその臨時災害局という枠組みを外れてコミュニティメーフル局に変わろうとすると、その資金的な目処が立たないので、そこをどういうふうにこれから作っていくのかというところで、今のいろんなところがフローされているというですね。まあ地域局っていう形、市民メディアっていう話になるとね、やっぱりどうしてもその、今日もご紹介いただいた第一の事例3つもそうですけども、その団体としてやっているところが今まで市民メディアっていうイメージとしては強かったけど、イメージも第一部で司会のお二人から出たように、もう最近個人メディアが究極の市民メディアとしての個人メディアがどんどん増えて、だからそういう中でもうこだわった一人がそのこだわった誰かのところに出かけていって話して、それをまたポンとアップするという形のものが増えてきたんですよね。でそれがもし例えば Facebook なんかで話題になってアクセス数が数が増えれば、もうどんどん大手メディアが忘れていって福島のことを報道しなくなっていくときに、なんかキーワード検索したときにその Google でやったときに割と上位の方にこうみんながアクセス数を押し上げてくるみたいなことが
起きてくれば、あ、今どうなってるのこの人はっていうことを知ることができる可能性っていうのも出てくるんじゃないかな。つまり継続性、粘り強さっていうことで市民メディアはなんか威力を発揮できないかなって気もするんですけど、どうですかね皆さん。え、いいですか。はい、あ、手当たった。手当たった。どうぞどうぞどうぞ。え、お、あ、はい、市民メディアのことでいろいろちょっと話し合ったんですけれども、最初私、本村さんの質問に、ね、答えなかったんですぐちょっと話題が変えられちゃったのであれだったんですけど、要するに何をしてほしいのかっていうこと、市民メディアの方から、まあ、福島なり被災地の方にやってほしいっていうのは、やはり、市民の一人一人にやはりその伝え方っていうのを教えたり教えるというか、さっきね、一部の方とか、またはその下村さんの一部も言いましたけれども、団体でやっている市民グループももちろん OK なんですけれども、これからは皆さんね、Facebook または SNS、いろんなツールが入ってくるので、一人一人がね、要するに情報発信をするっていう時代になってきていると思います。ですので、一番必要なのは、やっぱりその何か言いたいっていうのがあったとしてもどうやっていいか分からない、またはその有効な伝え方っていうのもやはりいろいろ作法っていうか文法がありますから、そういったものも学ばなきゃいけないし、一番必要なのは特に大手メディアとか団体によるとどうしても色が出るんですよ。要するに伝えるときになんかフィルターがかかる。だけれども、良くも悪くも、健全な個人のね、意思で、何かの情報を発したいっていうときは、やはり生の発信ですから、そこがまあ、要するに、核なのかなと思いました。おっしゃる通りだと思うんですけど、そこは矛盾を組んでまして、団体が色がかかってるんじゃないんです。発信する人がそれぞれ色を持っている。全員いいですか、そこを間違えない。つまり一人一人みんな違う、名前も違うの、血液型も性別も人種も違う、でその人たちは団体じゃない、その人たちは全員に発信力を持っている。だからご意見はつまり誰でも発信できるんだから、チャンスを与えるということであれば、チャンスを与えることに協力はします、僕のスタンス。でもそれが間違ってるけど、例えばなんかあいつは敵だとかさ、あいつは変人だとかさ、あいつは変わり者だって偏見っていうのがあっても、そこは問わないってことが前提になりますよ。だからつまりそこら辺がその市民メディアにとっての市場に、ただマイクを渡したままにして見せないでおこうという力っていうところが日本には強すぎるんですよ。曖昧なんですよ。そこをもっと正確に議論をする時代が僕は来ている。それもどうだと思います。で、色がついてちょっとね、行き過ぎましたけど、確かにそう、発信してる一人一人はね、やはり、一人一人の、考え方とか、情報し、どういったものを伝えていきたいのかっていうのは、ただ、私が言いたかったのは、伝えたくても 100%、要するに、どうしてもフィルターがかかってしまうということと、あと、編集のところで、上に載せた時点でですね、まあ、いろいろあるのかな、要するにね、発信してるその、まあ、はいはい、いろいろ。わかります。色付き論は、本質から見るとナンバー2の論点なんで、ナンバー1で今おっしゃりたかった、その、伝え方を伝えてほしい。この部分は非常に、本質的に重要だと思う。で、それによって、他の人の色じゃない、自分の色で伝えられるようにしてほしい。ということ。それを、市民メディアで伝えることを個人的にやっている経験者から、その経験ノウハウを伝えてほしいっていうことですよね。最初におっしゃったね、今のは。これは非常に重要な一つのポイントだと思いますね。
ちょっと似てるのは、よく援助の話で、その、魚あげないで釣り竿をあげようっていう話と、ちょっと似てるかもしれませんね。今は本当にそうだと思うんですけど、何か他にございますか？市民メディアがやるべきこと。はい、じゃあ、お願いします。一番下です。先ほど第1部で、自分が今カメラを持って行っているとおっしゃってくださいました。はい。はい、福島のことについてまた再びちょっと発言させていただきたいんですけれども、はい、ごめんなさい、それで先に皆さんがだんだん不安な表情になってきたんで、はい、11時には終わりましょう。もうちょっとずるずる伸ばしてもこのままオールかもという皆さん不安になってらっしゃって、はい、はい、実際に福島に行ってますとですね、皆さん本当にごく普通の人たちなんですよね。でごく普通の生活を送ってらっしゃる。そこにたまたま原発事故が起きてしまって、でその事故というのが日常に組み込まれてるんですよ。で、なんていうのかな、福島だからと大冗談に構えることは全然なくって、その今の福島の草の根の日常というのをどう伝えていけばいいのか、それが本質だと思うんですよ。私たちにできること、大手メディアが逆にやらないこと、そういうところに目を向けていくのがいいのかなと思ってます。で、私が例えば発信したものの一つに、相馬でちょっとお世話になった方がちょっと海見に行くか車出してくれたんですね。でずっと走ってるんですけど、まだ海着かない。あれおかしいな、このお世話になった方のうち津波到達したはずだよなと思って、途中で慌ててスマホを回しました。まだ着かないんです。で、こんなに長距離津波走ってきたの、私すごくびっくりしたんですね。でちなみにその時の動画はノーカットで上げてあるんですけれども、 YouTube に。でそういうノーカットの長時間の動画っていうのを、じゃあ果たして大手メディアが伝えたことがあったか、津波の距離感を伝えたことがあったか、もうそういうところからでいいと思うんですよ。だから本当に福島を伝えるっていうことを特別に思うんじゃなくって、ぜひもしこれから福島に行かれるっていう方がいたら、福島の地元の人とぜひ仲良くなって世間話をして、そのお話を伝えてほしいなと思います。はい、以上です。今のポイントですね、日常のまま伝える。これ苦手でね、大手メディアは。大手メディアのこっちテレビカメラがカッと回った瞬間に非日常になっちゃうんですね。なんかもうテレビカメラの向こうの特別な話っていう感じに視聴者にも伝わってしまう。まあ、やたらドラマチックな題材ばかりを探して歩いてるってことも一つの原因ですけど、日常のまま伝えられるのは確かに市民メディアの力ですね、本当に。あ、大丈夫ですか。鈴木さん、このところ、大丈夫ですか。はい。はい、どうぞ、岩本ちゃん。はい、マイクできました。はい、フリーライターの岩本です。実は今日は市民メディアについての、トークライブということなんですけれども、なんかそれを中継する市民メディアがないみたいだっていうことを聞いたもんですから、それで中継しようと思ってカメラを持って、実は第1部までうまく中継できてたんですけど、ね、Wi-Fi がなんか第2部からうまく繋がらなくなっちゃいました。さっきまで外行ったりとかして、なんとか繋ごうとして苦労してて、とうとう第2部は中継できずに終わりました。録画はされてるの？録画してない。で、悔しいから、一応発言します。市民メディア、ちょっと議論が、いろんな話が出たんですけど、ごちゃごちゃになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっと私の体験で話しますとね、最近福島の話と関係ないんですけど、例の、ね、東洋ですね、在特会の話っていうのを、今年の初めぐらいからずっとやってまして、これ最初、なんだかなって思いながら、本当、ただ単に見に行くつもりで、スマホで中継始めたんですよ。そしたらそのうちだんだん騒ぎが広まっていって、騒ぎが広まっていって、あ、これ面白いなって思ってるうちに、私は在特から適当なされるようになったんですね。私のツイッターとかに、さらにお前、岩本死んで励むのやろうとかね、なんかそういう書き込みがあって、あ、そうか、俺はこいつらにとっても敵なんだと。俺は敵としてこいつらを描いてやるという感じで、もう徹底的にデモに行っても、もう本当に、ただ撮ってるだけなんですよ。向こうは興奮するんですよ。この野郎、今ほどこの野郎、信じないバカ野郎、お前帰れみたいな感じで、
それを撮って流すと結構また反響があって、例えば逮捕シーンとか撮りだったりすると結構アクセス数がページビューでバーッと上がるんですよ。でこれやってるのって私一応まあプロの一応まあプロのフリーライターなんですが、最近は出版の席を全然取れなくなってきて、取れないんでやけくそでタダで、まあ、映像中継を始めたら、まあ、いろんな大手にしたりするか、まあ、自分でやってるのが市民メディアなのか普通のメディア活動なのか、あるいはこれジャーナリズムなのかもわからない、アクティビズムっていう言い方もあるんです。それは白井さんのこと、これ何なんだろうと思いながらずっとやってるんですけど、これって多分まあ、マスメディアにできるかって言ったらできないんですよね。マスメディアって多分ああいう、じゃあ向こうの敵に回ろうと思って報道しようとしたら向こうの話も聞けないだろうし、できないじゃないですか。だからそういうことっていうのができるのが、まあ、市民メディアなり、まあ、オルタナティブメディアなんじゃないかと。で、そいつは、満足にこうやって Wi-Fi で中継もできないような技術を持ったやつなんだけど、そういうやつでも中継をできるようになったっていうことは、これは、こいつ、私自身にとっては大きな問題だけれども、社会全体にとっては、在宅にとっては悪いことかもしれませんけど、世の中にとってはいいことなんじゃないかというふうに思ってて、まあ、なるべくこういう企業を広めていった方がいいと思うんですね。で、だからまあ、福島の問題にしてもですね、多分いろんな人がいると思うんですよ。現地にいる人で、まだ全然マスメディアとか東京にいる俺らが全然会ったこともないようだけど、ものすごい暮らしをしている人がいるとかね。実はこの間もちょっと他のメディアの取材についてて、奈良浜市の中に、半径20キロ圏内に原発事故からずーっと動物たちと一緒に住んでるっていう人に会ってきたりすると思うんですけど、ああいうのっていうのはなかなかメディアに乗ってこないわけです。だからそういうのになるからね、なんかのはずみでどこの誰だか分かんないけど間違ってそこに迷い込んで取っちゃってすげえなっていうのが上がってくるっていうのが、なるべくうまく見つけてそれを引っ張り出して上げていくっていうのをですね、ちょっと福島に関してちょっとセンシティブセンサーを働かすような形でやっていくっていうのをこうですね、地元の人もそうだし、あと、まあ、こういう市民メディアの世界で働いてる人たちもそうだし、働いてるって変ですよね。市民メディアの世界で活躍してる人もそうだし、まあ、下村さんいや和田さんのような、プロ出身の方々もそうですね。そういう人たちもなんか、作りながら、なんかそういうのをなんか、自然にできていったらいいなと、まあ、思いました。まとまりのない、ね。いやいや、本当そうですよね。自然になかなかできないのが辛いところなんですよね。なんでしょうね。なんで自然できないでしょうね、鈴木さん。みんなだからメディアになろうとしないからって言ってるんですけど、やっぱり今対立みたいなことをおっしゃってたけど、やっぱりその、嫌いな人は喋らないっていう感覚が、まあそれは。まあ、ちょっと感覚的にいいのかな、ちょっと分かんないんですけど、要はどう対立することを、メディアを通じてつなげていくかみたいなコミュニケーションを取っていくかということだろうと思うんですね。だからその原発の問題についても賛成か反対かで街が割れるわけじゃなく割れるんじゃなくて、どうこの街を作っていくかっていうのはそのコミュニケーションできる状況にしていかなきゃいけないので、そのことを多分大地さんがさっきそのコミュニケーションだって言ったのはそういうことだと思うんですね。その立場が違う、どうしても町で言うと、じゃあ子育て系の人とですね、商業商店街系の人とアート系の人と、福祉系の人とみんななんかバラバラになっちゃう。これつなぐって結構じゃあ一つのメディアで、みんな語り合おうみたいなことをやれば結構つながってくる。だからそんなことをこうメディアっていうのを活用しようっていう、それは実はだから今日の10年っていうことで言えば、最初の頃はそういうことをやろうよっていうのが、呼びかけだったけど、それはもうみんなが今誰でもできるっていう状況になってきたので、ちょっとやれば、その何つなぎ役みたいなことをみんながやっていくっていうことがこれからのこう必要なことかなっていうことなので、まあみんなそれぞれやってることをちょっとつないでいこうよっていうのが、新しい形
形かなというふうに思います。はい、大橋さん今手挙げた。はい、どうぞ。すみません、大橋と申します。ちょっとずっと今日お聞きしてて、私はそんなに若くはないんですけど、若ぶってるつもりもないんですけど、市民メディアという言葉ですごく違和感をずっと感じてきました。なんでそんなにこだわるのかなっていう気持ちです。それはそのマスメディアがすごく力を持っていた時代に、市民の側にメディアを取り戻すんだっていうその気持ちの表れとして市民メディアという言葉ができたんじゃないかな。でも今マスメディアってそんな力持ってますか？僕は全然持ってないと思ってて、先ほどお若い方が市民メディアって言葉聞いたことがないっていうことと、今お帰りになっちゃったの若い男性の方は、いや僕ケーブルテレビもテレビも見ません、新聞も読みませんっていう人がごく一般的だと思うんですよね、若い方で。その中ででも彼らは別にそんな新聞も読まないのかっていう親父がその説教する話じゃなくて、デジタルネイティブであったり、ネットワークネイティブであったり、エコネイティブであったり、シェアネイティブであったり、ものすごくその違うやっぱり価値観と良い社会を作ろうと思っている人たちがすごく多いと思うんですよ。でなんかちょっとそこですれ違いがここにずっと僕は感じていて、で私事でちょっと恐縮ですけど、私もそんなに大したことやってないんですけど、最近すごく面白くてっていうか自分で興味があって首突っ込んでるのはフューチャーセンターとかですね、野村武彦さんのフューチャーセンターであるとか、それから山崎亮さんのコミュニティデザインで彼のエクステンションカレッジの講座を取ってるんですけども、非常にやっぱりなんかこう身の回りの人とちゃんとコミュニケーションするということの大切さで、きちっと世代間対立を煽るんではなくて、どうやったらこの自分たちの身近な問題を、解決していけるんだろうかということをちゃんと話し合うというメディアリテラシーの前に議論のリテラシー、対話のリテラシーですよね。メディアっていうのは実は人間にとって拡張する装置なんであって、例えば自動車や飛行機が人間にはできない速度で移動することを可能にして、いろんな問題が起こっているのと同じで、メディアができたがために人間はちゃんとした一対一のコミュニケーションができにくくなっているんじゃないかなと思うんですよ。だから僕はコミュニティデザインみたいなああいうワークショップの中でおじいさんと話をしたり、それからもっと学生さんと話をしたり、僕と全然違う立場の方や違う問題意識を持っている人とどうやったらそのハードルを下げて、同じテーブルの中で限られた時間の中で何とかしていいことを話し合おうよっていうやり方、その話し合いというのをもう一回見直す時代になっているんじゃないかなというふうに僕は思うんですよね。それが僕は市民メディアということを一回引き戻して、さあどうしようと、もう10年20年経とうとしていることで考え出すべききっかけなんじゃないかなと思います。すいません。いやいや、本当に最後にいい論点いただいたと思います。もう11時回りましたんで、これ以上新しい議論には入りませんけれども、確かにその議論の仕方、対話の仕方って日本社会はものすごく下手 で、でしかもマスメディアにはそれできないんです。つまりずっとテレビで今日の議論は面白い番組だったと言われるのはどういう番組かというと、喧嘩が紛糾した番組なんですよ。対立点をふわっと際立たせることがうまい司会者が討論番組の面白い司会者というふうに評価されて、今日は面白かったねって、本当の面白さっていうのはこんなに難しい問題で対立する2者なのに話しているうちにだんだん解決の糸口が見えていった、これが本当の面白い議論なんです。それが大手メディアには残念ながら今できない、ドンパチ表面的にやる方が商売になる、だったらそれ市民メディアが、ね、になっていこうよっていうことは僕あると思う。だから確かに大橋さん言われるように、そんなにもう市民メディアって生きられることはないんじゃないのっていうことも一方ではあるけれども、やっぱり大手メディアはまだまだ腐っても相当力は大きいです。だからそれ以外のいろんなこういう最初の言葉に戻りますけど、現象全てをその市民メディア現象という形でふわっと捉えていくならば、これからそれがどっちへ向かっていくんだろうっていう方向性として、そういうそのなんか議論の場みたいなことって確かにあると思います。なのでその山本さんがさっき言われたようなその、公正中立原則に建前上縛られている大手メディアでできないような、ね、あるスタンスに断ち切った
あの伝え方みたいなあのことをもっとどんどん市民メディアガンガンやっていけ、それの方が議論になるから。ただそこで今日はもうこれ議論にあの投げかけませんけども、お家に帰った時に考えてほしい一つのテーマとして申しますが、その時にその市民メディアというの市民という中に、例えば原発はこれからも必要だという市民、それから在特会あった方がいい、在日の人出てってくれるという市民、これもいるわけです。その人たちもちゃんと市民メディアとして発信することを認められるのか、そういう人は市民メディアじゃないっていうふうに言っちゃうのか、これからあの誰もが発信できる時代になったらば、本当に突き詰めて考えなきゃいけないテーマだなと思います。これはもうみんなでまた次までの宿題にしましょう。次やりづけます。いいやり、そんなの突き詰めなくて当たり前じゃないですか。在宅会いていいんですよ。うん、いやそれはもう最悪もう全部いていいんです。問題なのはだからそこでコンセンサスを得るためにどういう議論ができるかっていうことを、とそのプロセスを大切にする国民的な、そのなんていうかな、感性。いやいや、そうなんだけど、それは壇上から決まってるじゃないですかと言っちゃったら、それだけになっちゃう。ええ、スピーホッやったら、今国会やってるやつの問題って言ったことじゃないですか。ああ、そう。特定秘密保護法案、この今本当に大詰めになってますけども、あのやっぱりまあだから今の論で言えば秘密保護法案あった方がいいよっていう議論も私メディアの中で展開されていいんだけれど、あの法律に関してはもう私はそういう議論自体に負担をされてしまう時代になっちゃったら、こうやって一生懸命みんなでこれから市民メディア現象どうなってくるんだって話をしてること自体が根こそぎ倒されちゃうんじゃないかっていう危惧はやっぱり感じます。あの今日チラシいくつか持ってきてますので、昨日私あの他 の, あのジャーナリストたちと一緒に連名であの森真山さんのところに要望書出したんですけども、いくつかその要望書の現物やらチラシがありますので、関心ある方はぜひ持ってみていただきたいと思います。まあ、あの本当にあの長い議論でいろんな話出ましたけれども、それぞれに今日ピンと引っかかったキーワード、皆さんそれぞれだと思いますが、そのキーワードについてあのまたいろいろと考えていってください。で、これ終わった後こちらで本の販売やってますけども、あの、今日はベラベラ喋った話も私の本にも載ってますし、もし予算的に今日は1冊しか買えないという方はぜひ相田さんの本買ってください。これね、もう私も読みましたけど、いつも僕線引きながら読むんですけど、大体どの本を読んでも10ページに1回ぐらい線引くんですけど、この本は全ページに線引いてしまいました。すごい本ですよ本当に。これ1冊だったらこの本買ってください。2冊以上の余裕があったらちょっと私の本もぜひ買っていただきたいと思います。なんかどうしても最後一言ってありますか？なるほど、はい。ということでじゃあ、本日はここまでにしたいと思います。最初に定義した何でメディフェスが今低迷化しているのかという話まで行きませんでしたけど、打ち合わせの時には鈴木さんが一言こう言ってました。いや低迷化してんじゃない、普通にの存在だったんだよ、だからいちいち集まってみんなで盛り上がる必要がなくなったんだよ、ありふれたものになったんだ、まあ、それは確かに一つの答えだと思います。それはいい傾向でありますから。でもその中でそのありふれた存在になった、じゃあそういう市民メディア現象に次に何ができるのかっていう話はやっぱりこれからも考えていきたいなというふうに思います。どうも長い時間お付き合いありがとうございました。